ありがとうございます。はい、今日はちょっとね、わざわざちょっと買ってきてもらって、手羽先、名古屋で有名な、名古屋から発祥でしょうか。まずこれ、風来坊の手羽先、これ全国あるのかな。全国あるんじゃないですか。うまそう、うまそう、うまそう、うまそうですね。うわ、お前らちょっと テレビっぽくなってきたね。あ、ちゃんと言わんかって言って、確かに。これ、風来坊の手羽先ね。で、今日はもうちょっと食べ比べしようかなと思ってるんですよ、ぶっちゃけ。はい、両方とも50本ずつ買ってきた。これ、世界の山ちゃん、まあせっかくなんで YouTube をやってもう1年か、1年なんで、ちょっとだって YouTube やって、ちょっといろいろね、面白いエピソードあるじゃん、はいはい、結構ね、はい、そういうのもちょっと聞きながら、なんだっけ、焼き鳥じゃなくて手羽先結構緊張するんだ。俺も1年やってもまだね、だいぶ慣れてきたとか周りからやれるんですけど、まあ、まずちょっと食べてもらおうか。じゃあせーの、いただきまーす。これうまいね。これみんな夕方にしてた、朝6時でもこの放送流れてる。こんな朝6時から村っぽいわみたいな。これ食べ方なんだな、頭取ってな。あるあの、あ、大変やな。うん、うまい。どっち行きました？フライも行きました。俺フライも。じゃあ宮本ちゃん行こう。うん、おい、どんどん食べていこう。いけますね。食レポ失格ですね。うまいっす。食レポした方がいいっす。食レポね。食レポ失格だね。鳥の王様や。鳥の王様。お前の頭が鳥の王様。あの人鳥の王様だわ。イケメンの食レポ、山ちゃん行きます。あ、山ちゃん、はい。いいね、かっこいいな。おいしい。うまいっすね。でも名古屋ってやっぱ濃い味だよな。濃いっすね。結構外とか行くとね。よし、じゃあまあぼちぼち、じゃあ何 YouTube トークしようか。はい、じゃあ僕からっていう人。僕じゃあま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 あ、じゃあみっちが。僕ちょいちょいやるもんで。うん、まあ、海行った時の話ですか、今年の。海行った話。僕結構、うん、ギャル後ろに乗せてジェットとかやるんですよ。うん。で、その、うん、まあ最後ジェットをもうしまう時になんですけど、うん、まあ、車の後ろに積むんですよ、ジェットって。うんうんうん、で、積んどる時に、うん、なんか喋りかけられて、うん、その、多分30代とか、うん、多分僕よりちょっと年上ぐらいの人なんですけど。うん、なんて声かけられたの？いや、お兄さんお兄さんとか言って、うん、このジェット、どう早いって言われて。ああ、そういうことね。あ、お前が乗っとったやつを。そうそうそう、気になるの。でも、うん、もうすごい人見知りなもんで、うん、いや、うん、そうっすね、まあ、まあ、全然そんなに別にあれっすね。人見知り出しちゃってるやんけ。なあ。そしたらなんかいきなり、てかお兄さん見たことあるよとか言われて、うんうん、で、いや、多分ないと思う、僕ないっすねって、うん、現場だったことあるのかなと僕も思ったんですけど。ああ、そういうことは仕事でな。そうそうっす、うん、でも絶対ないなと思って、うん、いや、僕ないっすよとか言って、うんうん、じゃああるってあるって、いや絶対ないっす、すいませんとか言ったら、その去り際に、いや YouTube に出とるでしょとか言って、名古屋の足場の子でしょとか言われた時に、あ、マジで。その時俺も普通に起立して、すいませんでした。嘘。じゃあカメラ向かって染めたら、デフトあの時はよろしくです。余裕に恥ずかしがってるから。キモいわ、動画の中で偉そうにしようですよ。ドームでね、そうっすけど。カンタ言っとけって、ここら辺でハードル低いって言っとった方がいいぞ。 YouTube あるあるみたいなないっすか？YouTube ある？僕基本的に YouTube の名前出したら全員キャバ嬢と LINE 交換できるぞ。やばい、 LINE 交換っちゃうしね。どんだけ可愛くても LINE 交換できる。断られたことがない。断られそうになったら俺 YouTuber なんだなと。で、ちょっとじゃあ次は大学、まあ、ちょっと、うん、僕地元が岐阜の結構田舎なんですよ。あ、今でもだよね。あ、地元とか住んでるところ。そうそうそう、うん、僕が住んでるところが、あ、すみません、都会ぶっちゃったすいません。地元とか言ってた。ごめんなさい、名古屋の風ぶっちゃっちゃいました。地元、すいません、地元に住んでるし。ごめんなさい、名古屋の風。その目も住んでるし。ああ。親孝行だからさ。あ、親孝行、親孝行。うん、まあまあ、まあ、それはいいや、まあ、そこどうせカットだ。いいところ。あ、使い方が。そうなんで、もうちょっと地元の、まあ、ちっちゃい、スキヤに行ったんですよ。うんうん、でも夜、うん、なんていうんですか、11時ぐらいに行って、うん、行ってたらなんか、うん、カップルが入ってきたんですよ。うん、なんかジゴーって見てきて、うん、バーみたいなで、結構なんか外仕事やってそうなお兄さんみたいな、うん、ジゴジゴみたいな見てきて、うんうん、でも結構そういうの得意じゃない方なんで、ちょっとやんちゃっぽい感じの、そう、僕あんま得意じゃないんで、あ、見とるわみたいな。もう普通の自分のチーズ牛丼のずっと。いや、悪いけどあ、でも
もう耳とかもこれセンサーもビンビン。めっちゃ俺見られてるみたいな。めっちゃ見られてる。ほんでちっちゃい声で、やちゃん、やちゃん。あ、聞こえていいやん。で、なんか来たんです、男が。うわ、来る来る来ると思って、すいませんって言って、いつも見てます、握手したり。その時に僕、もう勝ったと思って。すごいっすね、やっぱ YouTube 効果って。お前、誰かありますか？ああ、本当も最近のことなんですけど、まあ、結構、高校の時の、まあ、可愛い子のグループと、やっぱそこの高校もあって、なんかその子がたまたまインスタとかしとるんですけど、それに、最近の動画のやつが載っとって、会社のインスタグラム、自分の社長の、あれ見られて、その可愛い子の一部の人に。かわいい子、かわいい子いるんです。高校の時の僕ら、かわいい子、かわいい子、かわいいグループ、お前の中でかわいい子なの？いや、それなんかモデルとかそういう系って感じ？いや、でも普通にその高校ではもう結構かわいいっていう、もう声が上がってて、メッセージが飛んできて、おおいいね、鹿児島だよねみたいなのでって言って、お、鹿児島から来ましたみたいなの言って、最初まあ敬語使ってたんですけど、で、あと私まあ同級生で、で、え、やばくないみたいな。で、その子が結構インスタとかでも回してくれて、なんか地元の子が頑張ってくれてるみたいな。そう、そこからも、しかも地元の子がもう YouTube 出て、そうなんですよ。もうそれでインスタとか広げてくれる。そうなんです。プラスその子ともやり取りできとるんですよ。やりとりって言ってもええじゃん。やりとり、お前それだってお前彼女いるんじゃない？いや、その普通に友達としてなんかそういう来たりとか。じゃあそういうのって浮気になんない？いや、もう自分も YouTube 出てるってのも知っとるんで、そのだからそれで連絡が来たっていう、できても全然、あーすごいねみたいな。逆にその YouTube の効果でやばいね、本当にみたいな、あー感じなんだ。そうですね。焼き餅焼かないんだ。全然焼かんすね。じゃあもう最後、最後1個ちょっといいっすか？最後1個ね。はいはい、じゃあミッチ、これでも僕の話じゃないんですけど、めちゃくちゃ面白いですよ。最初にもあげときますよ。大話、歯抜け。YouTube 見てきたやつな。そうです、 YouTube 見てきた。神奈川から来た。まあもともとちょっともう今もういないんですけど、小山で多分新人爆速を目指す男って思ったと思うんですけど、その神奈川のやつと小山とか、その新人たちだけで焼肉を食いに行ったんですよ。ああ、はい、新人だけ連れてお前一人行ったの？あ、僕じゃないです、僕じゃなくて新人だけだけで、あ、あの3人だけで行ったの？あ、3人だけで、なんか3番取るよね、3番取る、3番取るで、まあ結構なんかすごいチェーン店なんでめっちゃ人がおったらしいんですよ、金曜日か土曜日かなんかで、その時になんかすごいなんか遠くから、そう、あれ新人って聞こえるらしいんですよ。新人って言ってた。うそ。で、もうまさかその自分のことだと思うんじゃないですか。で、ずっと店員かなんかと思うよな、店員の新人とかな。そしたらずっとその無視しとったら、あ、新人とか言ってたよ。なんか目の前まで来て、なんかいきなり、お前新人だろとか言ってた。現れ具合結構ヤンキーみたいですね。嘘だ。結構ヤンキーみたいなやつが絡まれたらしくて、で、あいつもちょっとなんか、まあ知らんとじゃないですか。だから敬語使ったらしいんですよ。はい、はい、いや、まあ YouTube 言ったら新人だろみたいな。そうですよね。あれは敬語使ったらしくて、あー、分からない、あ、はい、そうですね、え、ちなみにいくつなんですかって言ったら、自分より2個ぐらいしちゃった。嘘、あいついくつだ？あれ19なんですけど、確か16か17ぐらい。19と17とか全然ちゃうよね。30で28がだいぶちょっと近いけど、近い、全然違うじゃない。17とかで、17とか熊本乗ってない感じなんでしょ。そうそうそう、腰行ってからずっと敬語だったんだもん。いや、もうそっからなってもらったらしいです。そっからよくあるあるじゃないですか。だから地元の先輩と知らん地区に行って、なんか「ああ、何々だけど」とか言って、年聞いて1個言ったら「あ、そうなんすか」って、そういうあるあるあるつないでしゃべって、そういうなんか普通にタメ語になったらしいですけど。あ、向こうも、あ、向こうはどうなったの？向こう変わらなかったらしいです。上から来たから、ちょっと強かったですね、向こうの方が。いや、面白いね。そうそう、俺もさ、じゃあ最後締めでごめん、まあ俺この話締めにあるとあれだけど、なんかあのさ、車塗ったドッキリあるじゃん。ああ、はい、車塗ったやつで俺マジ言えしたじゃん、はい、YouTube なのに綺麗んだよとか書いてあるけど、まあ YouTube 関係ねえやろこれ。車の前どっちが今しか来るわ。ちょ、マジでこういう切り方とか面白くないんだけど。
面白いとかじゃねえし、と思って目が笑ってないとかさ、ちょっと笑ってないでしょ車塗られてんだから、俺いや、本当に塗ってる時はすっごい楽しかったんだけど、切れる瞬間、マジでつまんなかったとかさ、だんだんこいつとか、塗り込んだもんと思ったけどお前のために作っとんちゃうわ、ボケまあ、そうやって言って、チャンネル登録お願いしますまあこんな感じしましょうか。はいはい、あ、結果発表いこうか。じゃあいくよ。はい、みんな目つぶれつぶってる、つぶってる、つぶってない、一人つぶってない、お前目つぶれっつったの。いや、ちょ、ほら俺目思いっきり、ちゃいちゃいちゃい、癖を癖を癖を、目つぶれ、懐かしいよ、先生見てるぞーで、こうやって見てください先生見てるぞじゃあフーライボーが美味しかったと思う人、はい、手挙げて。全然しかなかった、フーライボーって。マジで美味しかった。フーライボー全然だったよな。全然、マジだよな。ヤマちゃんの美味しかったっすもんこれ出そういうの、はい、手挙げてよ、先生あげるか、あ、手を下ろせ、はい、手挙げて。あ、手挙げて、顔に俺も先生だから、もう普通にやって、ごめんごめん、早く早く普通にやって、早く普通にやって、あ、俺はテッポちゃって、おかしくなっちゃう。しかも、ヤマちゃん、ヤマちゃんの時、手挙げてって言ってないですよ。だってもう全員やめちゃったもん。でも、ほら、もう言っちゃったし、お前、お前お前、お前のこと言うこと俺喋っちゃったかよ、お前わかるで、2回。ちなみに、フーライも全部、これちょっと山ちゃんが超えるかもしれないな。みんな忘れそうだけど。まあだけど美味しかったよね、山ちゃん。好みの問題だよな。まあ、そうですね。うん、酒飲みだもんで、酒に合うみたいな感じじゃない。そうですね。俺らは。職人さんは濃くて、ほんと、フライボーってどういうところが良かったじゃん、道。濃い。と、なんか胡椒じゃないんだけど、なんかあるっすよね、スパイスみたいな。で、うん、あんまりでもなんか薄いもんで、逆に言ったらなんか。なんか薄めの、例えば、味噌汁でも白が好きな人とかは多分好きだと思う。ああ、そうかもしれんね。もう、うまいじゃん、うまいじゃん、食レポうまいじゃん。じゃあ、楽しかったと思ったら、チャンネル登録と、いいね、ぜひ、本当にしてください。せーの、また見てねー。Yeah.